どうも、陣内智則です。さあ、今回は僕が大好きだったパチンコ第1位の悪魔マン SP を打ってみよう嬉しい。いや、前回ね、僕が若手時代お世話になった大好きだったパチンコベスト3っていうのやって、意外と反応あって、やっぱ同世代の人から。その中でも僕が本当に一番好きだった悪魔マン、僕が本当に打ちたかったから、もうないのかと。本当ないのよね。俺いくらでも出すよと思って、結構な値段でも買おうかなと思ったところ、コメントで「セガサターンのゲームで悪魔マンがありますよ」ということで買っちゃいましたあんねんな、ここに。そうですね、こん中にね、悪魔マン、ミサイルセブンもあんのよ。フィーバービーチ、フィーバー忍者、フィーバービッグパワフル、タロットボーイっていうのあるんですけど、1997年だから今から24年前でしょ。だから俺が23やから、ちょうどコンビ解散してピンで何にもしてないニートの時ですよ。今回ね、ゲームですけど、この悪魔マンをこんなやつだよっていうのを僕が教えつつ、知ってる方は懐かしんでもらおうかなということで、今めちゃめちゃワクワクしてる。じゃあ原線、セガサターンつけてください。パラ線を持ってたなあ、来た。これがもう良くない見て、サンキョフィーバー実機シミュレーション。ちょっと俺はまだ見てないねんけど、ちょっと待った方がええの、話せんこれ。ボタン押さんでええの、まだそのまま。これなんかね昔の AV みたいな何よこれ、どういう意味を表せんこれ。お、起きた。これなんなんよ。いや、パチンコしたいねんけど、昔の AV やんこれ。今導入ですよね、最初の。え、嘘やろこれ、こんなん流れんの。いやいや、もう AV やん、昔の昭和の。これスタートしたゲームに行くんや。だからこれ見たい人はこれ見てください、ね、ちょっと見て、今、うわ、うるっ。誰見てまうわーうるっ。水になりましたよ。これだから平成何年、平成6年とか。ちょっと見たいな、これ。これも楽しめるなこんな昭和のエロビデオみたいなの流れてくんねや。光ってる。ちょっと待って、光ってる。なんなんや、この結末だけ見ていい？ストーリーやってるの？光ってるよ。最後終わりまで見ようか。光ってる。あ、来たよ。星が来た。ああ、台が来たんやどういう設定浜辺で、浜辺でパチンコ台一気来た。ああ、なんか触った。命宿ったな。こういうオープニングね。ああ、なるほど、なるほど。ああ、見た見た。さんま御殿みたいになってるやんうわー、楽しみ。お、選べる。ちょっと待って、フィーバービーチ、フィーバーニンニンエマキ、ニンニンエマキ、これ面白いんだ。 CR フィーバービッグパワフル、ビッグパワフル、この間言ったけどね、ビッグパワフルが CR のキャロットボーイ、ミサイルも今度やろう。そうですね、ミサイルバージョンやりましょう。これです。よっしゃ。うわうわ、あ、これアップなんねや。ちょっと言いましょうか。今この左のね、スタートに入ったらデジタルが上がるんですよ。0、今0のところが。で、これ7になったら左側がパンって開くんですよ。これ 3.5 秒です、おそらく。で、3.5 秒開く間にエレキギターの上にボールをセットするんですよ。入った瞬間に上ので、今爆弾があるけど、上のデジタルがブルルルルルって回って爆弾とか、神様お願いとか、337拍子とかっていうんですけど、そのマークによって降りてくるタイミングが違うから、この V の位置で決まるのよ。だから可能性があるのは今9時、10時、12時、で2時と2時半ぐらい、そしてこの今5時、そして一番難しい3強の場合はこれ今ね5秒ぐらい止まんねんけどね、これが今俺うろ覚えてね、3強だけは分からへんねんな。なんせやってみよういくよ。あ、これか。あ、来た来た来た。これね、十字キーで、これ強弱、オッケー、この辺やね。そうですね。今はまだほら、懐かしいな。いいでしょうか。これ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 2打面がで7になるとき音変わるから、結構スタート入ってるね。ほらほらほらね。で一回下手ね、素人はね打ちっぱなしにすんのよ。でも僕たちみたいなもうプロアクダマーになったからね一回止めなあかんねん。これ多分止めんの C をもう一回押したらいいんだね。で狙うのよ。あれ なかなかこうやなちゃんと打ってるやんアクダマー。まずこの次できた時に7はこうやってあっよしこれあ今だ今だね。このね、まず7これはダメなの。7来るには音が変わって「ダー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 」ってなって7になったら3あったこれ止めよう一回。おお素人はねあれ打っちゃうんですよ。だから羽が開いてたらもう適当に入れてまうからそんなんじゃかかんないんですよこれは。ほんで入れた瞬間に上のデジタルが13パターンあるからそれによって降りてくるタイミングが違うから。でこれ3回権利やからね。はいはいはい。どうにやないねんって。はい開いた開いた。これ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 。ああ今ね馬ちょっと今早かった馬来たらいける馬か三三の時。あかん今の狙えた。ちょっと早く押してくる。ほらほらせやねだから今の5時やね。でもねちょっと今急に来たよ7が、だからもう入ってもうたのよびっくりして。ああこれ今のね狙えてて、だから今の僕ね3時ぐらいに入ったんだよね。であれもうちょっと我慢したら5時やって、今かかってて爆弾は分かった。こういう今ちょっと急に7来るパターンあるからね。その前で狙えててんな。はてなは10時おそらく。ああこれあかんもう下についてた6時の時点で入ってるからこれ無理。ハクションでもまあ無理やな。無理これ何もない。あほら微妙に惜しかったやろ今のちょっと脳でね、脳やね。いやー、今の惜しかったよね。確かにあれ、もうちょい早く入ったら、ハクション。うわー、惜しい今の狙えてた狙えてたっていうか、チャンスあったか。あ、また下か。これはね、9時狙うか。9時狙え入れよっしゃーオッケー。あこれ待ってこれね77爆弾あかん。今のはね狙ったの狙い通りいってんけどね今のはもうしょうがない下で開いたから。今が7ってきてたらねかかってたね。今のはこの狙って打つやつねギリギリ入ったけど完璧。これねちょっと4時過ぎやから神様お願い爆弾かどうかちょっとあかんかちょっと全然あかんか爆弾はちゃうね今のなちゃうね入れるのはねいいとこ入れたのよはバーンって早く行き過ぎたごめんなさい、もう2時狙います。2時です。今の2時です。だから、337拍子しか馬。おっ、来た。全然早いな。ちょっと待って。今何時やった？今何時や？ちょっと待って。だいぶ違かったです今。え、ちょっともう嘘やろ？あかんとあかん。これもノーチャンス。あ、この7はノーチャンス。あかん。ノーチャンスのとこで開く。ここで開かれたらもう意味ないね。ハクションでもこれ無理やろ。ほらーでも俺が思ってるよりあれやな、タイミングが早いな。確かにもうちょっとやったもんね今の、はい、もうちょっと早めに入れれば。あれどういうことやろ。そうやね、なんか今のでハクションギリギリっていうのがちょっと俺は意外やね。さっきよりチャンスあるかも。そうね、でも今3強なのかな、どうなんやろ。のど自慢でも違う、でもやっぱでもチャンスは出てきたね。そうですね、あなたのためにこれ5時です。心を込めて歌います、歌います。聴いていただきましょう、チューリップ演歌。たまに預けたこの命、なんでなん今の、ちょっと待ってね、今のがなんであんな惜しいの。ちょっとちゃうで、あれいや絶対、あ、来た、ちょっと待って、なんかこれ来んねんな。なんでやろう、そんなわけないのよね。三強でチャンスあるからダメダメダメ。でも今のさ、今の5時なはずなんですよ、音符は。やのにちょっと惜しかったよね。そうですね、7時ぐらいに来ましたもんね。いや俺が間違ってるわけじゃないと思うねんけど、このゲームでの7回、よし、来い入れなんでこれで入らへんねん今の入れや今の5時やねん。あーでもまあ良かったと思うしかないね、これは。これはね9時やから、ちょっとなんかなんやろ、なんでやろ。チャンスできた。今開け、今7個。じゃあもう無理、待っとかなあかん。そうね、9時まで待とうか。うん、9時まで待てるね。あ、もっともいけるな。お前も入れとこう。今ので10時でしょ。じゃあハテナなんですよ、僕の記憶が。絶対そうなの、ハテナなの。ハテナ。三強か、三強はどこやねんな。皆さんもご一緒に。三強で夢が咲く。ええかも。嘘やろ。じゃあ本当変わった。10時か。ええ。10時ぐらいですね。こう行ったから。かかった。でもなんでやろ、三強10時やったんや。じゃあなんか嫌。いいですね。これちょっとめっちゃ思い出してくるわ。止めとかなかった。これが入ってや。入ったらこっからやね。これ。あれ全然入らへんやん。いやもったいないもったいない。え、全然入らへんやん最初。ああ今入った。でもこう、これ上にあれ入れるとね、ちょっと調整してから入る。意外とってなんかこれがね、玉がどっか行っちゃう、はい、なんかちょっとこぼれちゃってるもんね、玉がね。そんなことあるゲームで玉こぼれるってありましたけど、確かに。いや、あったけどねあったけど、こんな玉こぼれるゲームあるあ、3強10時か。じゃあ俺が間違ってたんか。玉がこぼれるなほんまのパチンコ屋だったらもう絶対あかんでこれねえ。そうですねこれ最高、最後ね、結構これ損してるよ、玉こぼれてるからねえ。基本的にそれなんかさですね、なんかおかしいなと思ってやってたんですよ。あのね、重大なことが分かりました。本当の実機のアクダマンはドラム、はい、下のドラムが1周するのに、まあ、約11秒から12秒ぐらい、11秒から12秒なんですよね、はい、でこのゲームバージョンのアクダマンが15秒から16秒、15秒から16秒だから2秒から3秒4秒、そうですね、こっちの方が時間がかかってる。遅い。いやね、うん、だから俺おかしいなと思ったのよ、感覚的に。そういうことよね。だから俺のこの覚えた悪玉の知識でやっても時間が合わへんからかからないよね。うん、何をしてたんだこの時間はということで、皆さん何をしてたんでしょうか今まで。やっぱり実況打たないといけないってことですね。実況打たないといけないんで、だから俺の覚えた知識じゃこれ無理やねん。そういうことです。だからまあこういう機会やったっていう、こういうゲームやったってことで分かっていただいたらということで、もう本当実況持ってる方連絡ください。でもこれまたやりましょうか。そうですね。でフィーバークイーンとかフィーバーパワフルがあるんで。ということで本日はちょっとね思ったのと違うかったんですけども、またパチンコ動画もやりたいと思います。どうもありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。